4本か。これで各局になる。これそういうゲームじゃねえから、もう足しとこう。昨日お疲れ様でした。お疲れ様でした。昨日どうでした？いやもう多くのね人が集まってくれて本当盛り上がってたんで、すごい嬉しかったですね。大会もめちゃくちゃ盛り上がってて、オフイベントならではの良さをかなり感じましたね。参加してくれた方々、結構レベルの高い方も何名かいたと思うんですけど、スト6から格闘ゲーム始めた人たちも多いですけど、やっぱり昔から格闘ゲーム好きで、自分とか特にのことが好きでって人たちいっぱい来てくれてるんで、普通たちやっぱりその格闘ゲームの経験すごいある人も多いんで、強い人多かったです。今日こういうのが見れたら面白いなとか、こういうキャラクターが見たいなとかありますか？自分が結構モダンチュンリーよく使ってるんで、対抗戦とかでコーチングの企画ね、やってるんで、モダンチュンリー教えれる機会があったらより面白いなとは思ってます。昨日対戦見てて一番熱かったなっていう試合ありましたか？熱かった試合いっぱいあったんですけど、やっぱりその灰谷軍で応募してくれてた小学校中学年ぐらいのこの、マリザ使ってる子がいて、その子やっぱすごい上手くて、で他にもそのやっぱ結構親子連れで来てくれてる人がいて、いろんな層でやっぱセット6をやり込んでる人がいるのが見れたのが熱かったですし、やっぱ嬉しかったっていう。今日の意気込みみたいな、うん、今日も昨日と同様に皆さんに楽しんでもらえるようなイベントをしていきたいっていうのと、まあ、国二軍対灰谷軍っていうね目玉のイベントの方で国二軍にしっかり勝てるようなコーチングをしていきたいと思ってます。これがリアルバトルハブスか。昨日ツイッターで国二軍対灰谷軍がやってるって聞いて、僕国二の大ファンなんで国二軍を勝たせようかなと思って今日は来ました。それだけです。おおすごい、てか広っ。めちゃくちゃ広くないですか？おすごい。あ、ちょっここ。これで何ですか？はい。回線中だからごめん。すいません。冷たい。ファンサービスが、ファンサービスがない。はい、ありがとうね。調子に乗ってる配信者をボコボコにするべく配信者の本番になるつもりです。あ、はい、めっちゃ頑張ってるんで、はい、でも現実を見せつけなきゃいけないから心は辛いんですけど、その話をへし折る役をやろうかなと。一番嬉しいところです。フリーに勝ったら私のこの格闘ゲーマーとも呼べるという。そう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 、今日もね、さっき対戦したんですけど、はい、強かった人いたんですよ。お、俺ちょうどいいレベルだと思う。なるほどね。あの勝てそう俺だってちょうどいいんですよ、その勝てそうなラインがね、それになろうかなと思ってます。はい、いろいろね、1年やらしまいましたけど、はい、でもやっぱ解説の仕事は結構やっていきたいなって思ってて、そのためにこうやっぱり技術とか知識とか、うん、もっともっとつけていきたいんで、まあ、それで上手くなってば、まあ、大会とかもね、出ても楽しめるし、はい、っていう感じでいろいろなんかこう幅広く活動したいなと思ってますね。結構でもあれじゃないですか、プレイヤーファイターに望む声はあるんじゃないですか？まあね、
まだ大会とかには出れる範囲では出たいんですけど、まあでも今はその結構解説の仕事とかを勉強したいなって気持ち結構ありますね。初心者の頃のことをやっぱどうしても忘れちゃうじゃないですか。うん、最近6から始めた人が逆に教えるっていうのはすごいいいと思いますね。うん、ブルルー1号もあもう何人かいますよね。あ、いるんだ。もう弟子がいつかは敗退1問とブルルー1問。あ、私やりたいな。道場破り。確かに確かに。いいね、なるほどね。はい、ありがとう。で、これが5月6日までらしいんですよ。はい、ぜひ東京に作ってほしい。東京にね、主要都市に全部作った方がいい、うん、絶対盛り上がると思う。そうですね。そのゲームやってない人がプラッとやって、あ、こんな感じなんだ、おもろそうだな、じゃあ私買おうとかいう人も絶対出てくると思うから、これはめっちゃいいと思います。自分はやっぱりこのラグナテンボスっていうところと併設されてるのがすごいいいなと思ってて、いろんな人と来やすい。それこそ家族連れで来やすかったりとか、ね、ゲームだけしに来るって結構ハードル高くて、うん、やっぱいろんなこうやりつつ、そこの一つの施設でこういうストシックスが楽しめるっていうところがもっと増えたら、いろんな人がもっと来れる。昼間ラグーナで遊んで、テレポートのトーナメントに入れて、優勝されたんですね。家族の皆さんが超強いみたいな感じになってて、あ、家でピコピコやってると思ったら、こんな強いの。じゃあこれでもうちょっと練習できそうですね。あ、いいね、それね。それいいな。そういうトーナメントあったり。あ、いいわ、それいいわ。いますよ。最初はグー、じゃんけんポン。最高か。うお。うわ。マナーもよし。エセイシでね。マナー丸。すげえな。コンボ精度いいな、僕に。バーンしやすくなっちゃうかもぐらい、その調子で本番もお願いします。素晴らしい、素晴らしい。でもね、2があったらどんどん使っていこう。タッチューキックのタイプをかなり意識した方がいいですね。今の結構安全に飛べちゃって、あそこでタッチューキックで落とされるとかなりこっちとしてはやりづらかったりとか。タッチわからんごし、これ、もうあれ絶対わかんないから、俺もわかってないから。それでは参りましょう。先鋒戦、まずはジェイコマから国技軍カーカー。カーカー、みんなありがとう、声がすべてありがとう。頑張ろうぜ。対するはルークコマから解説もしていきたい。
え、何が？いやもう 5試合選手だから。え、最後1万点でしょ？ 5ポイントだから。最後1万点だった。そんなのありましたっけ？そう、そんなのあった。あった。やったよ。昨日やったよ。いや、やってないっすよ。最後1万点だから、別に4点取っても関係ないもん。え、もう関係なかったっすよ、マジで。大将が1万点です。大将1万点です、はい。まあ、F2 軍のそうですね、大将の方に免じて、ここはじゃあ、それ聞きましょうか。はい、みんな強かったんだけど。来てくれて、ね、めっちゃ楽しかったですね、本当に。めっちゃ楽しかったね。はい、終わりました。どうした、このリジェクトミーティングデイ。リジェクトミーティングデイ、リアルバトルハブ
いやめちゃくちゃ盛り上がりましたね。めっちゃ盛り上がったね。ドッグイベントいいっすね。すごい来てくれたね。めっちゃ来てくれて嬉しい。天気も良かったし、はい、やっぱ一緒に盛り上がれたんで、ね、あとやっぱね普段の配信見てますね、うん、声かけてもらったりとか普段ね見てくれる人たちが来てくれたんで実際に見てくれてめっちゃ嬉しいイベントでしたね。しかもあいつらね俺のコメントでむちゃくちゃ隠すよね。めっちゃいいやつなんですよ。いつも見てます応援しますみたいな。帰ったらまた帰ったらカタカタでこの粉がつって感覚かかるんですけど、でもね本当嬉しいよね来てくれてね。めっちゃ嬉しいです。実際会ってくれて実際このリアルバトルハブを5月6日までやってますんで、で5月1日から5月6日までは豪輝の私有台、うん、新キャラの豪輝の私有台が、できるらしいんで、ぜひそちらもね楽しんでいただけたらと思います。楽しみです、はい、というわけでリアクトミーティングで終了しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。